どうも、まどかでーす。どうも、なぎさでーす。今、やっぱ、私、10時間かけて、岐阜に来とうやん。うんうんうん、で、一個ね、もう岐阜来たら、ここ行きたいみたいな店があったよ。へ、う、ぇ、んうん、そう、祭り具屋さんね。へ、う、ぇ、んうん、あ、もう岐阜にしかない。そう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 。っていうお店に、うんうんうん、まあ、ちょっと今ついて、うん、そこにあるけんね、うん。ちょっと行ってみようや。いいね。じゃあ今から行きますか。よし、レッツゴー、ゴー。私の気になるお店はここバックスさんです。イエーイ。なんかここあれなんやね、ヨキュンさんが経営しとっちゃろ、うんうん、あ、そうそうそう。ねえ、いや、ヨキュンなんか来たことないけんさ、そうだよ、ね、なんか話だけ聞いとる。うんうんうん、やっぱ行ってみたいやん。そうよ ね, ね。さっきまでね、五山川で釣りしててもうすぐ来れる距離だから。そうそうそう、すぐって言おったけんさ、うん、行ってみようっていうことで。はい、入ろう。はい、お邪魔します。こんにちは。こんにちは。お店の名前はバックスさんです。かっこよくない？かっこいい、ね、うん、なんか黒とね、赤を基調としたお店で、確かにおしゃれな釣り具屋さんみたいな、うん、ね、うん、テンフィートアンダーがこういっぱいあるみたいな感じよね、うんうんうん、やっぱあの、ほら私らがさ勝負した時に、私このプリッチーシャットでね、お世話になりましたね、うん、そうそう、プリッチーシャット爆調してました。プリッチーシャットでよく使う色とかは、でもさ、その時使ったやつ多分 これやん、こんな感じのさ、黄色っぽかった気がする。うんうんうん、私が普段大江戸さんで釣りしてる時にフリーリグの具として使うのはこのストルクローっていうワームが好きで、カラーもこれだけあって、その時の大江戸さんは結構日によって水の色が違うので、うん、結構変わるかな。だからその行った時に水の色を見たりとか、状況を見てカラーチェンジしたりとかをしてます。すげえプロやん。いやいやいや、めっちゃプロや。今の説明、ヨケンさんの動画を見て見てそれに習って参考にさせていただいて釣れてますね。色すごくない？その辺は、ね、あのソルトカラー、海にも使える。あ、やっぱそうよね、うん、なんか海っぽいもん、こういう、うんうんうん、カラーの使い方って。でこっちが一応バスカラーなのかな。もうこのソルトカラーもバスに使える。本当に？うん。なんかこれちょっとパリピみたいな色はね。パリピ。あんまりね、バスになんか好まれそうにない感じやけどね。いやー、大江戸さんはパリピバスいるから。本当？うん。やっぱまだまだバス釣りは広いね。うん。アパレルもね。可愛くない？ドライTシャツ。ドラティね。ドラティ、今の時期ちょうどね。うん。五山からも近いんで、うん、ちょっと汗かきすぎたなと思ったら、うん、ここに T シャツを買いに来て、わざわざすごいね。お着替えできますよね。え、そんな金持ちは、そんな持っとうこれ。あ、私まだ持ってない。うん、かわいいね。違うアパレルを、あ、そう、うん、買って持ってます。そう、色合いがね、夏っぽい感じの。これ結構欲しいよ、私これ。これいいやん。これですか？え、これ抱き枕めっちゃいいけど。好きそう。売り物じゃないのかな。どうなんだろう。これ売り物じゃない。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 ちゃんと掘ってある、このテンフィートのやつね。このプロプロ。本当、拝んだら釣れるかも。じゃあ行っとくか。行っときましょう。ロサンの60釣れますように、お願いします。よし、釣れた。もう釣れた。もう安心やった。安心やった。
治安全よ。え、しかもなんか結構さ、イズムとかもこうね、あるよね、僕の商品で。なんかそれだけじゃないんだよね、その自社製品とか。あ、うんうん、10フィート商品だけじゃなくて。この辺とか海外のあれなんやね。うん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 、ね、そうだね。ここ上もルアーが飾ってあって、すげえ飾ってあるだけ？それともこれ あれいいなとか思ったらこう取ってあの売ってくれるみたいな。いや売ってはない。ああ。ね、この前私線香で釣ったので、なんか今いいって言ったもんね。うんうん。そう、まどかちゃんがあんまり好きじゃない2インチ、うん、私はまどかちゃんが使うなら何インチ以上、うん、なんか多分普通のやつよ。 3.5 とか。うん、3、いやいやいや、こんなんやね、私使うのとして。あ、5から。うん、5からよ。5から。どういう使い方で？まあほとんど使わんけど、使うとしたらやっぱ脳進化だよね。脳進化自体ほらあんま使わんけんさ、うん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 、そもそもが2とかバスにつけるって。2インチもこんなんねえ、半分だって。うんうんうん、それに食ってきたから誤算バスは、うん、であとシンカーとかラインとかもねあるんで、ね、すぐ調達しに来れます。確かに近いけどね。うん、バックラしちゃっていいとかってなって も、ね、ここで買えます。めっちゃいいやん。え、すごい、なんかこれオリジナルカラーらしいよこれ。バックスね、1周年アニバーサリーね、うん、アニバーサリーオリジナルカ オリジナルカラーやばいやばい。じゃあ2、4、え、6個と2個しかないってことやん。めちゃめちゃ限定じゃん。やば、この顔しかないこれ。うん、ねえ、これもね、記念品ね、うん、しかもこの柄っていうかこの文字が、うん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 、このバックスって書いてあるのがここのお店の壁のデザインと一緒で、この壁をそのまま印刷したものがこのオリジナルカラーの商品みたいですね。すごい、ね、すごい。ガンクラフトの製品とねコラボで限定で、もうここでしか手に入らないから。そうね、そう、ね、悩むねこれ、どっちかが。あー、もうこっちのラチェットは、うん、フローティング、うん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 、エスケーパーの方はトップ、トップね、トップでトップっていうね、どういう使い方をしたいのか。でもこんなね限定品だし、限定品めっちゃいいよね、買いたいさ、ね、でも数々のさ、うんうん、あの釣り具屋行って、うんうんうん、記念品とかやってこういうさ、うん、クベイトらしからのものをね、うんうん、買っても一回も使ったことないね。あ、まあでもなんか使えないよね。私は記念品は飾っておきたい派。そうな派？うん、うん、だからイベントの限定品とか買うと買っても使わず飾ってる。そっち派ね。そっち派。えらいね。全然なんか使えるものは使っちゃう派ないからさ。正反対だね。そう。けどまあビッグベイとか苦手やけん使わんっていう意味。あー、なるほど。お願いします。じゃあちょっとまだ釣りに行くのも昼まで暑いんで、うん、私のもうここ来たら、うん、みんなこぞって買うおすすめのものがこちらにあるんで、うんうん、のどかちゃん、じゃあこちらに、そこの右下にある、うん、そこ冷蔵庫に入ってる、うんうん、養老、ここの五山川が養老っていう地域なんですけど、うん、その養老のサイダーが販売されてます。すげえ、なんかビールみたいやね。確かに、へえ、やっぱ限定物好きの
いや確かに、まどかちゃんもね、もう私こう限定とかね、このご当地なんとかみたいなの、うんうん、大好きな昨日もね、そうご飯中華食べに行った時に限定のジンジャーエールがあって、もうそういうの弱いって言って買ってたもん ね普段全然こういう炭酸系ねえ、ごまんけど本当じゃあ私が購入してまどかちゃんと乾杯しよっかな。マジ？いやー、そうかねー嬉しい。じゃあ、リモお願いします。いっぱいステッカー貼ってある、これ、ね、これってもしかして貼り放題とか、もしお持ちでしたらどんどん貼って、いいんですか？え、いいんですか？本当にやっぱ10時間かけてきた甲斐がね、ねえ、あったかもしれない。やっぱバックスに爪痕を、ね、残していかないと。ここに来たみたいな、ここにシール貼りに来た。じゃあ私のパンティーからパンティーからちょっと出てくれますか？ねえ今日暑いからね。拭いとくね。うん、綺麗に入るかな、これ。おー、ありました。いいよ、私のスティッカーでちゃん可愛いわ。ねえ、かわいいキャピー、キャピこう頑張った後のさ、ね、本当にでもちょっとお腹も満たした後のこれみたいな、外で飲むのがまたおつやな、この気持ちいい風を浴びながら、じゃあなんか来たいお店にもね、来れたした、念願の、そう、もう今からはバス釣りに行くだけよ。そうやね、そうサイズアップを、そうできる、ね、この次も、調校動画が上がると思うけん、うん、またお楽しみにということで、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。